浦口志保は、東海テレビのアナウンサー。三重県津市出身。名古屋大学教育学部卒業、モデル事務所ジオットに所属し、志保の芸名で、ゆり奈良と共に、モデルとして活動していた。高島屋、三越、丸江、名鉄百貨店などの広告や、日銭、セシール、ゼクシーなどのカタログで活躍。スチール中心に TV リポーターや CM、ブライダルショー。 ファッションショーに出演。大原専門学校のイメージキャラクターを務める。中学での成績は常に学年トップで有名だった。生徒会、学級委員、ソフトテニス部で活動。高校時代、ダンス部に所属。中学、高校の6年間ジュニアリーダー会に所属し、子供会のボランティア活動をしていた。通っていた塾では、後輩や他校生からファンクラブができていた。 大学卒業後、2011年4月に東海テレビに入社。同期のアナウンサーは、竹ひろみ、長島ひろき。入社直後から、FNN 東海テレビスーパーニュースのキャスターを務める。2020年2月9日の大地さん。で結婚を発表した。ありがとうございます。